麻雀遊戯王、麻雀ダジャレタイムショック。さあ、プロ雀士の方のダジャレ力を独自の方法でこう測っていこうということですね。こんにちは、一平くんです。マリチューこと長澤まりなです。よろしくお願いしま す。さあ、そして今回ダジャレ力を検証するのは丸山かなこプロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、早速やっていきましょう。ルール説明。急だな。これもね、あの新企画なので一回説明をしますね、はい、まずマージャンっていうのは、まあ、ダジャレと結構ね縁が深い、うんね、ゲームだというのは皆さんご存知だと思います。でそんな中でも丸山プロはさらにも無類のダジャレ好きというねお話がもう前からありまして、はい、今回丸山プロにどれぐらいのダジャレ力があるのかというのをちょっと検証していきたいという企画でございます。今からですね、モニターに5秒おきに次々と、はい、まあ、麻雀用語、ね、麻雀関係の言葉出てきますので、はい、丸山プロは思いつき次第ですね、その用語を使ったダジャレを言っていただきたい。はい、そのダジャレに関しては聞いたことあるものでも、その場で降りてきたもの、作ったものでも構いません。はい、はい、で丸山プロが言えても言えなくても5秒で次々用語が変わっていきます。やだ、逆にさ、はい、こんなにダジャレ好きって言ってるのにもかかわらず、はいはい、何も言えなかったらどうしようって、なんか変なプレッシャーが、はい、ただただ無言のまま続く可能性もありますから。やだ、うんうん、その時はもうね、何でもいいから言っていただきたいと思います。放送事故じゃないよ。さあ、そしてですね、まあ、一応説明としまして、例えばですよ、あの吐くが出てきた場合、ね、いい加減にしろ、これまたダジャレです。はいはいはい、はい、で吐くを吐く、まあ、これもダジャレでしょう。はい、なので、まあ、言い方を変えても大丈夫ですし、それに伴ったものも OK です。ただ、豆腐っていうのはこれダジャレじゃないですね。あ、そう、ダメだ、ダメだ。ハクを豆腐と表現するのはこれダジャレじゃないので、これ違います。難しいね。はい、正確にその言葉を使って言っていただきたい。結構難しいですね。はい。さあ、ということで、計20個出てきますので、どれだけダジャレを次々言うことができるか、神様、ダジャレの神様をお願いください。本当だったらね、あのダジャレがね、あの10個以下だった場合ね、その椅子がね、トルネードでリスピンするって言われたんですけど、予算の関係上できませんでしょ。タイムショックね。はい、さあ行きましょう。麻雀ダジャレタイムショック、スタート。チュン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 ポンポンポン。うれちい、おいちい、たのちい、三蔵法師、パーマ1号、2号、3号、パーマ、パーマ、スーピン、わかんない、本当に大丈夫、おやおや、おやおや、ロン、ロン、ロン、わかんない。むずい、文章系むずい。さあ、リズムトイトイホイホイ、トイ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 、短期短期、わかんない、パッソパッソ、あ、ダメだ、やばい、うれちいぴうれちいぴ、楽しいぴ。現物って何、現物新車、ちっちゃい。漫画、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 サンキュー。おお。さ、いい商店、いい商店、いい湯だな。国士無双、国、国っちゃうっていうね、国士省略すると4000オール。視線、視線オール。終了。わかんない。むずいよ。いやー、なんでしょう。なんか本家みたいな緊張感がありましたね。なんでしょうね。すげえ本家みたいな緊張感がありましたね。いやー、すごい本当に面白かった。さあ、これちょっと一回振り返っていきましょう。はい。はい。やっぱこれチュンはね。はい。チュン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 。あの鳥の鳴き声ですね。はい。鳴き声でね、来ました。はい。チュンチュン。チュンチュン。あ、そしてポンですね。はい。タヌキですね。ポンポン。なんかポンポンですよ。お腹ポンポン。はい。はい、まあ、チー、うれちー。これよく言います、私。あの、はい、ちょっとおふざけの時に。はい、おいちーとか、うれちーみたいな。あの、かんすーそーとかね。はい。かんちゃんとか、うれちー、おいちーですよね。はい、そして、
三蔵法師。三蔵法師。さあ、これもパーマンですね。パーマン。はい、やっぱパーマンが川に3つ並んじゃうと悲しいじゃないですか。はい、ああ、あんこかぶりみたいな。うんうんうん、でもなんか私嬉しくなっちゃって、1号、2号、3号、2号。揃ったぞ。みんなで出動だって言うんですね。MNH はさすがにそうだと思わないですけど。言えないですけど。さあ、そしてまあ、ここでね、わからないです。これあった。すっぴんです。はい、出てきました。ありましたね。ありました。はいはい、焦るとなんかこう時間に追われるとダメですね。なんか頭真っ白になっちゃう。はい、やっぱダジャレはね、時間に追われるものはないというのよ。その時のひらめきですからね。はいはい、さそして、はい、おや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 みたいなね。おやおや、はい、おやおや、はい。これローンですよ。はい、ローン、はい。これどうしましょうね。まあでもローンより証拠みたいなことが言えるのかなっていう。うまい。なんか私ロンの時に昔歌ってました。はい、あのロンドマシなんだなみたいなやつを歌いながらロンって言ったことあります。かつての私は。かつての私は忘れてた。ね、忘れてた。いやね、意外とやっぱこれは言ってたのにあったということですね。はい。あのリーズも。これいいピンクになったら。意味まあリーチしたつもりみたいな、まあそんなことも言えるかな。あ、そういうことか。はいはいはい。リーズムのつもりでもまあいいかなと思いました、ね、なるほどね。まあでもちょっと難しいのも入れてみようかなと思って。リーチしたつもりか、はあ、い、いいですね。ありがとうございます。賢だね。すごい、はい、さあ続いてトイトイ。これトイトイはホイホイみたいなこと言ってました。なんかリズムで、はい、やっちゃいました、はい、いやでもね、リズムでいいと思います。はい、さあそしてトイトイ、はい、タヌキ。もうそのものの言葉ですよね。短期、短期は損期みたいな、うん、みたいなね、短期、ね、言いますよね。キ、はい、悔しさがこみ上げてもらいましたね。そしてパーソー。パーソーね、はい、でもまあ、アーソーとかでもいいのかなと思います。うまい。うわ、めっちゃ使いたくなった。そんなに逆に恥ずかしいんですよ。その関心はなんか、こう、はい、パーソー、パーソー、パーソー、あ、そう、いない、いない、やってほしい、言ってあげてください、ぜひ言ってください。はい、さあ、で、チーピンです。チーピンは、ダジャレじゃないけど、もはや、痛かったです、はいはい、ウレチーピン、ね、はい、ここ一の大声がちゃんとね、ウレチーピン、ウレチーピン、素晴らしい、これ素晴らしかったです。そして、現物。現物、はい、見物。あ、いいですね、現物を見物みたいなね。はい、いいですね。いやー、はい、あー、もうなっちゃったよ、まだまだだな、はい、愛が足りない、はい、ちいちゃ、で次ちいちゃですね、ちっちゃい、ちいちゃ、ね、ちっちゃいちいちゃとかね、はい、そういうのもちっちゃいですみたいな、はい、いいじゃん、いいじゃないですか、はい、素晴らしいと思う。これもね、はい、出てました、そのちゃん、はい、マンガンですね。マンガン、はい、マンガン、コンガン。基本的にジョイマンさんなんだね。ジョイマンさんめっちゃ好きなんですよ。マンガンコンガン。いやもうダジャレ好きな人はジョイマンさん大好きですからね。はい、でもそのリズムで出てくるっていうのはやっぱあると思う。はいはい、マンガンコンガン。ちなみにありますか、マンガン。まあ、マンガンコンガンでもいいと思いましたし、マンガン全席とかでもいいのかなと思ったんです。そっち。そっちじゃない。なんだろう。変態ですね。結果的にイーピー君が一番恥ずかしくなる企画だったので、はい、まあでもぜひ漫画の方がでも良かったと思います。すごいすごい、はい、あ、いいね。ありがとうございます。はい、続いて、はい、なんか ありきたりなの言っちゃいましたよね。ここでダジャレのプロとしての自我が芽生えましたね。はい、まあでもね、サンキュー皆さん使うと思いますしね。そしてね、こっからちょっとね、難易度がガンと上がって、むずい、イーシャンテ、いい湯だなとかわけわかんないこと言っちゃうよね。いやいやいや、でもね、いいからね、浮かぶっていうのね、それもね、いいと思います。ただこれね、佐々木プロがちゃんとダジャレの神、神がダジャレ魔王、佐々木プロがですね、毘沙門天、あー言ってたー、毘沙門天、そうだ、さすがだな。いや、ダジャレ魔王はさすがですね。やっぱ一戦交えたい。そうですね、やっぱね、一回いただきたい、はい、新しい風をいただきたいです。一回はやっぱお手合わせ願いたいというのがありますよね。願いたいですね、はい、やっぱそういうのもあったので、イーシャンテぶっ出させていただきました。なるほど、すごい、はい、さあそして国士無双。国士無双、はい、
コクっちゃうとよく言いません？コクシに。あ、そうですね。コクっちゃう。まあ、あとはもう、そうですね。コクシをコクシみたいなね。ああ。言い方とかね。コクシをコクシ。なんかね。はい。なるほどね。そしてラスト。はい、ラストは、まあ、これはさすがにダジャレ無理なんじゃないかってことで4000オールと出してます。これ4000オールはさすがにね。はい。でもなんか四川料理めっちゃいい線。そうですね。確かにめっちゃいい線ですよね。四川、全四川みたいな。ああ、そっちの四川もそっちですね。あ、よ、読みます。全四川。いいじゃないですか。はい、4000オールで四川凍るってのどうですか？ああ、うまい。うまい。優勝。やったよ。ありがとうございます。優勝しました。すごい。ありがとうございます。天才です。ありがとうございます。焼けてきましたね。よかった、嫉妬してくれてありがとうございます。焼いちゃうよ。本当に嫉妬されてる。いや、ということでマージャンダジャレタイムショックでございました。いや、これはでも素晴らしい緊張感もあってよかったですね。はい。そして本当に丸山さんのダジャレ好きが見える企画でもあったんですよ。本当ですね。めっちゃ好きです。いや、楽しかった。これはちょっとこの動画を佐々木さんにもぜひ見ていただいて、佐々木さんにもやっていただいて、これはもうちょっと対決を弟子入りするかもしれない。佐々木さんでちょっと麻雀じゃなくダジャレの方で弟子入りそうです、ね、分かりました。そして我こそはと麻雀ダジャレ世界一だぞというプロ雀士の方いらっしゃいましたら、ぜひ挑戦状を送っていただけたらお願いします。お願いいたします。そして佐々木さんの挑戦お待ちしておりますので、引き続きやっていきましょう。はい、ということで丸山プロありがとうございました。ありがとうございました。超楽しかったです。ありがとうございます。さあ、この動画が面白かった、あと俺はもっといいダジャレ考えついたぜっていう方、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメント欄の方にダジャレお願いいたします。お願いします。ということで今日はここまで。またねー。